7月11日、五葉建設が栃木県那須塩原市にある技術研究所内に開設した五葉建設ミュージアムの開所式が行われました。1896年に広島県の呉市で水の国として創業し、海の道具から始まって陸の道具建築へと拡大してまいりました。この西那須の技術研究所は1996年に創業100周年を迎えましたけれども、その記念事業の一環として建設がされました。五葉建設ミュージアムは同社の歴史を紐解きながら、グローバルに活躍してきた実績や未来の技術開発ビジョンを社内外の来館者に発信する役割を担います。ミュージアムは吹き抜け空間のアトリウムを中心に、歴史、グローバル、未来の3エリアで構成。中央に位置するアトリウムには海外進出の先駆けとなったスエズ運河改修プロジェクトで使用したカッターヘッドを展示。半世紀以上にわたって携わってきたシンガポールでの実績も上映し、経営理念である新種の精神を表現。歴史エリアでは海を示唆する青色と白色を基調とした空間に、実物の展示物や写真で同社の挑戦の歴史を説明。未来エリアでは DX や洋上風力など未来を創造する五葉建設の最新技術を紹介しています。今後は見学希望者以外にも地域の小中学生社会科見学などにも協力し、業界や地域に開かれた展示施設としていく意向です。